炭酸水の紹介動画を始めていきたいと思います。今回も、クオスの、ライムフレーバー。今回はね、ライム味ということで、またね、クオス飲んでいきたいと思います。原材料名が水と二酸化炭素と香料。まあ、無果汁ということになっております。株式会社おとぎのですね。はい。それじゃあ、いただきましょう。ライム味はね。まあ、あれじゃね。ジンに合うんじゃない？ジンに。ジントニックとかの、ジントニックじゃなくて、リッキーか。ジンリッキーに、いいんじゃない？まあ、どうなんですかね。そんじゃ、乾杯。ああ、結構。ああ。でもそこまで強くないかな。結構、ライムの味が薄い。けどまあ、ライムの味がっていうかまあ香りなんだけど。香りがそんなにしない。うん。うん。これは割と思ってた以上にちょっと、あれだね、弱めだね。もうちょっとするかなと思ったけど。うん。うん、うん、うん。まあでも、くどくなくてまあそれなりにいいんじゃないですか。まあでもジンリッキー作るとして、まあ、ライム、これだとちょっと薄いかな。香りが弱い。気はするけどね。うん。相変わらず炭酸が強い。のはいいんですけど。個人的にもうちょっとこうライムフレーバーが欲しかったかな。これはね。うん。かなり結構弱いんで。なんか、まあ、ジンで割って飲んで、うん。あんまり、なんか、微妙って感じですかね。やっぱりライムは結構香りが、レモンよか、香りが強く。まあ酸味はまあわからんけど、香りが強いのが特徴ですからね。ちょっとこう青臭いというか、うん、多分普通のてかライムフレーバーの炭酸水ってあんまりないんじゃないかな。まあペリエは確かあれライムあるんだよね。まあでもこれ値段安いからね。1本80円か90円ぐらいですよ。80円ぐらいか。確かな、1ケースで買うと、1本あたり79円ぐらいじゃなかった。そういうことを考えればまあ、非常にコスパは高い。とは思いますけどね。
まあ、そもそもライムフレーバーの炭酸水っていうのがなかなかないですから。まあ、あってもレモンですからね。ウィルキンソンもないしね。ウィルキンソンもレモンフレーバーしかないしな。ライムフレーバーはなかなか珍しい。うん。うん。まあそう考えればまあ、ライムフレーバー好きの人にとってはありがたいんじゃないですか。この炭酸の強さとしても。うん。まあ、ほのかに。うん。ライムが香る。っていうことを。まあ、あと、ジンソニック。ジンソニック。とかね。にもいいんじゃない？うん。まあ、俺はトニック派だけどね。あと、ジンバック派でもないです。いや、ジンバックじゃない。あ、ジンバックもあんま好きじゃないですね。ジンバックとジンリッキーはあんまり好きじゃない。あ、やっぱジントニック。一択ですね。なんで、このライムフレーバーの炭酸水をどう使うかっつったら、多分俺が買ったとしたら、これはまあ、まあ、やっぱウイスキーで割るか。うん。ウイスキーで割る。うん、まあでも、まあレモンフレーバーと同じような感じだからな。ライムフレーバーって言ってもまあ、実際のところライムとレモンの、まあ違いというとほとんど香りぐらいしかないんで、あんま味って酸っぱいぐらいで変わんないよね。だからまあ若干ちょっと違うね、ハイボールとして飲めるんじゃないですかね。うん。まあでもこれはまあ、先ほど以前飲んだ前回のビアフレーバーよりか全然美味しいですけどね。うん。あのビアフレーバーはあれはない。あれは今から訂正しておこう。あれは二つ星だ。これ三つ星ぐらいだな。ビアフレーバーはね、二つ星だな、あれ。あれ普通にまずい。まずいので、いらない。二度と買わない。まあ、ライムフレーバーは、まあでもどちらにしろないかな。まあ、俺買うとしたらレモンフレーバーと普通のプレーンのやつですね。ウイスキーにやっぱ合うとすると、ね、レモンフレーバーがやっぱ、まあ合うちゃ合うでしょうね。まあ、そっか。ウイスキーで割れなくても、まあ、あれで割ればいいのか。焼酎で割ればいいのか。ね、焼酎ハイボールとして作れば、これもライムフレーバーだから、まあ、それなりに美味しい。かもしんないですね。うん。まあでもなんだかんだ言って焼酎で割るにしてもやっぱレモンだよな。焼酎やっぱレモンですよね。割るとしたら。レモンと炭酸、レモンの炭酸水とかで。チューハイはレモンが好きなんで。やっぱね。ライムってのもなかなかちょっと、多分あんまりこれ人気ないフレーバーだと思いますけど。まあ、まだビアフレーバーはまだ、まあ、まあねっていう感じはあるんだけど、多分まあ消費する人間はいるんじゃないかなと思うんですけど、このライムフレーバーに至って言うと、一番、立ち位置が微妙でしょうね。これ多分一番人気ないと思うな。クオスの中だとね。あ、まだビアフレーバー、あれは、ね、休館日とかに飲む人用みたいな感じはあるでしょう。
で、レモンフレーバーも、ね、ウイスキーで割ったりとか、っていうのもいろいろできると思うけど、ライムフレーバーっていうのは一番微妙だと思います。あと、ラムネフレーバーもあれ微妙なんだよな。まあでも、あれはまあ、ラムネ。まあ、ラムネ。まあ、ラムネも微妙だよな。ライムも微妙だけど、ラムネも確かに微妙だよ。ラムネフレーバー。ラムネか。まあ、でも、三ツ矢サイダーみたいなあれ味でしょ？あれの三ツ矢サイダーの甘くない三ツ矢サイダーみたいな感じでしょ。あれはね、三ツ矢サイダーをで酒割る人って結構いると思うんですよね。酒を三ツ矢サイダー割りみたいな感じ。だけど、それに加えて甘くないのを作りたいっていう人に向けかもね、あれはね。ラムネ割り、前飲んだやつね。クオスの。まあ、そういう意味だとラムネ。ラムネはまだ、甘くないラムネってなかなかないからね。それで言うと、ライムフレーバーってのはそれなりにまだメジャーな方だからさ。どうなんですかね。まあでもライムフレーバーも人気ないとは思うけど、ラムネフレーバーも人気ないとは思うけどな。個人的にあんまり美味しくなかったんだ、あれは。まあ炭酸水飲む人っていうのは大体なんか運動しててとか風呂上がりとかに飲んだりとかする人が多いとは思うんですけど。それでいくとやはりビアフレーバーは結構人気あるんじゃない？あとレモンフレーバーと通常のやつもね。ビアフレーバーは俺全然俺ビアの味しないから嫌いなんだけど。どこがあれの、あれビールなのって。ビール好きな俺から言わせるとあれはゴミなんだけど。ゴミみたいな味なんですけど。まあでも、そこら辺のノンアルコールビールと、まあ味大差ないから、そういう意味だと 500ml も入って値段が79円ぐらいだとなるとコスパが非常に高いからね。そういう意味だとまあありとは言えるとは思うけどね。好きな人からすれば。まあライムフレーバーっていうのはどう使うかなんですよね。何で割ったらいいのかな。これストレートに飲んでも大して、香りもあんまり強くないし、なんか微妙なんだよ。やっぱ酒とかでなんかで割って飲むとかした方が美味しくは飲めるとは思うんだけどね。ライムフレーバー何で割るんだろうな、これな。まあ、ジンぐらいしか思い浮かばんけどね。まあ、ジンが好きな人にはいいんじゃないですか。ジンリッキーとか、ジンソニックとか。まあ、これは三つ星です。ご視聴ありがとうございました。